はい、どうも、チョビリです。ってことで、今日はですね、月曜ガチャ当たり選手ランキングやっていきたいと思います。本日7月31日月曜日ということで、今週も月曜ガチャの方やってきたんですけれども、今週は何が来たかと言いますと、なんと2つのガチャ登場しましたってことで、1個がナショナルチームセレクションガチャのコロンビアですね。結構渋めの国から来ましたと。で、もう1個はナショナルチームセレクションガチャのワールドワイドってことで、結構いろんな国地域からガチャが来ているんですけれども、今回コロンビアの方ではなくて、こちらのワールドワイドの方のランキングやっていきたいと思います。コロンビアの方もね、後ほどやっていきたいと思うんですけれども、こちらワールドワイドの方はメンツこんな感じになっております。ドンということで、いや、ロナウド来ましたね。ポルトガル、ロナウド、アチャルハノールとかデンフリスとか、結構メンツ的にはいいんじゃないかなと思ってます。まあ、総評っていうところでやっていくと、個人的には過去最強の選手がそこまで多いわけじゃないんですけれども、過去最強と同等ぐらいの、それかちょっとしたぐらいの選手が多いかなっていうぐらいの印象なんで、個人的には悪くないガチャなんじゃないかなと思います。で、こちらボックスドローガチャで11人いるんですけれども、11回引けばね、しっかりコンプリートすることができますということで、まあ、1100円引けばね、全員手に入るんで、コスパ的にも結構悪くないんじゃないかなと思います。僕の体感だと半分ぐらいはね、当たりなんじゃないかなって思うんで、よかったらこのランキング参考にしていただければなと思います。ということで、早速ベスト5から発表していきましょう。はい、ってことで、まず5位はこちら、クリスティアーノ・ロナウドですね。5位に選ばせていただきました。ロナウド登場ということで、これは結構ね、期待してる方多かったかなって思うんですけれども、今回ロナウドもね、まあまあかなと思います。過去3番目ぐらいね、強いロナウドかなっていう感じかなと思いますね。ポルトガルから登場ということで、ラインブレイカー26レーンまで上がるんですけれども、できるポジションは相変わらず多いですね。両ハーフ、両ウィング、 CFST といった感じで、能力的にも悪くはないんですけど、やっぱりこれまで登場した今週の週間の復刻ガチャとか、あとはマンチェスターユナイテッドパックのロナウドと比べると若干微妙かなっていう感じですね。これチームサル乗っかってくると、はい、こんな感じで能力的には結構悪くないですよね。まあ、ロナウドね、結構強いんですけど、やっぱりこのボディコントロールが低めなんで、使用感は若干多めになってますね。ただ身長も高くて、まあ、このジャンプ、ヘディングとかっていう数字が高くなってるんで、クロスゲーとかには結構強いです。で、スピード瞬発は80あって、グランドパス、フライパスも70までありますね。決定力も一応80は超えていますと。で、スキル見ていくとこんな感じですね。アクロバティックシュート、キャプテンシー、エッジターン、闘争心、ワンタッチとヘッダー、無回転シュート、ミドルシュート、ピーキカ、シザースということで、まあ、スキル的にも悪くはないんですけれども、まあ、ダブダとか持ってないんで、まあ、若干ロマン枠っぽくなってしまうのかなと思います。やっぱりこんだけのポジション多くできて、オフェ戦、キック力、ジャンプ、ここはね、こんだけ90を超えてくるというのはめちゃくちゃいいポイントですよね。まあ、逆足も使えるんで、結構クロスゲーとかやる方は僕は、ね、適してるんじゃないかなと思ってます。ちなみに今週登場している週刊 FP 復興ガチャのロナウドと比較してみるとこんな感じですね。まあ、ドリブル能力者は勝っているところはあるんですけれども、こんな感じで、まあ、比較的負けているっていう感じですかね。まあ、スピード瞬発も勝ってるんで、まあ、結構好みレベルになってくるんですから、どうなんですかね。パスとか決定力に関してはね、結構負けているということで、まあ能力的には五分五分、もしくは負けてるぐらいかなって印象なんですけれども、やっぱりスキルでね、週間はこのワンタッチパスが追加されているんで、そこまでコールすると、この週間ならちょっと一個レベル下かなっていう感じですかね。まあでもね、ガチスカでもやれないことはないと思うんで、ぜひね、獲得した方は使ってみてください。はい、ってことで5位がロナウドでした。続いて4位見ていきます。はい、ってことで4位はこちら、チャルハノールですね。4位に選ばせていただきました。結構使用している方もね、ちらほら見かけるこのチャルハノールなんですけれども、今回も登場ということで、まずプレイスタイルがナンバー10ということで、これがね、個人的にやっぱりちょっと微妙かなと思ってますね。これがナンバー10じゃなくて、やっぱりチャンスメーカーとかね、2列目とかだったら順位上になってくるかなって思うんですけれども、ナンバー10ということで、ここはね、まあ、好み分かれてくるんじゃないかなと思います。レベル30レベル上がりますということで、相変わらずね、この選手もできるポジション結構多いです。両ウイング、両ハーフ、 OMF、 CMF ができますと。で、能力値はね、こんな感じでめちゃくちゃやっぱりバランスいい能力値してるんですよね。まあ、唯一の欠点って言えば、スペシャルが若干遅いぐらいかなって思うんですけれども、まあ、中盤のね、 OMF とかCMS から使うのはあんまり気にならないんじゃないかなと思います。チームサル乗っかってくると、はい、こんな感じということで、ドリブル能力者全部90を超えてきますし、ボールキープとキック力に関しては95までいきますからね。パスも上手くて決定力も80を超えていて、まあ、これ中盤の OMF とか CMF 使ったらかなり優秀なんじゃないかなと思います。すでにね、この時点で OMF で裏総合値も99までいってるんで、まあ、総合値的にも優秀なのが伺えますよね。で、スキル見ていくとこんな感じです。ドロップシュート、無回転シュート持っていて、今回ミドルシュートまで持ってますね。シュート機能スキルしっかり持ってますと。で、あとスピンキック、ピンポイントクロス、スルーパス、バックスピンローまで持っているということで、まあ、やっぱり中盤としてスキルかなり優秀なんじゃないかなと思います。スルーパス、ピンポイントクロス、アートスピンキック持っていて、こんだけのシュート機能スキル持ってますからね。まあ、逆足あんまり使えないんですけれども、アートスピンキック持ってるんであんまり気にならないんじゃないかなと思います。個人的には、ね、やっぱりウイングとかハーフに使うにしては若干スピード瞬発足りないかなっていう感じなんですけれども、まあ、OMF、CMF でナンバー10気にならないよって方はね、めちゃくちゃいいんじゃないかなと思います。まあ、過去に登場したサラハノールと比べてもそこまでね、劣らない強さなんで、ぜひね、新たな方は使ってみてください。はい、
ってことで4位がチャルハノルでした。続いて3位見ていきます。はい、ってことで3位はこちらドゥンフリスですね。3位に選ばせていただきました。今回のドゥンフリス結構優秀なんじゃないかなと思ってます。右サイドバックで結構ねこの選手強いですからね、ぜひ見ていていただければなと思います。攻撃的サイドバックで身長189センチあるということで結構高めなんですけれども、28レベル上がりますね。できるポジションがハーフと右サイドバックということで、能力値もねまあまあ悪くないですよね。攻撃的サイドバックで結構ねディフェンス能力もありますし、まあ、このスピード瞬発がね87、88、フィジカルコンタクトも90乗ってきて、スタミナも93までありますということで、これ結構僕いいんじゃないかなと思ってます。でチーム差乗っかってくると、はい、こんな感じですね。ジャンプフィジカルも90いくんで、セレアも強いですし、身長も189までありますし、まあディフェンス能力もね攻撃的サイドバックにしてはね、アグレッシブレスも91までいって、まあディフェンスボール出しは若干低めなんですけれども、守備意識は86までありますと。やっぱりこのスピシンが魅力的ですよね。スピードが89、瞬発が82ということで、まあ、身長もあって試合も強くて足も速いということで、ここに関してかなりいいんじゃないかなと思います。スキル見ていくとこんな感じですね。キャプテンシー、闘争心、ヘッダー、ロングスロー、ピーキッカー、スライディングタックル、ブロッカーということで、まあ攻撃的サイドバックなんでやっぱりねディフェンス系のスキル少なめにあるんですけれども、まあ能力だけ見てもかなり強いんじゃないかなと思います。はい、過去に登場したデュンフリーズと比較してもこんな感じですね。今回ドリブル能力値全然上げてないんで、こんな感じドリブル能力値は負けてます。まあ育成の仕方次第では、ね、同じくらいになるんじゃないかなと思います。逆にねディフェンス上げてるんで、ディフェンス能力値に関しては結構勝ってますね。でこんな感じスピード若干遅めになるんですけれども、フィジカルも勝ってますということで、これ結構強いんじゃないかなと思います。やっぱり以前登場していたワールドカップのデュンフリーズと比べると、やっぱり今回ミニサイドバック登録なんで、やっぱりこのドリブル能力値とかっていうのはねちょっと低めになっているんですけれども、ディフェンス能力こんだけ高いのめちゃくちゃいいですよね。一応ワールドカップのと比べるとこんな感じということで、やっぱりねサイドハーフ登録なんで足元は完全に負けてますね。ただこんな感じでディフェンス能力に関しては勝ってますって感じで、まあやっぱりワールドカップのにはかなわないかなって感じはあるんですけれども、まあそれでも右サイドバックとしてはかなり優秀なんじゃないかなと思います。ぜひね新たから使ってみてください。はい、ってことで3位がデュンフリスでした。続いて2位見ていきます。はい、ってことで2位はこちらビダルですね。2位に選ばせていただきました。いや今回ビダルこれ結構僕ね強いんじゃないかなと思ってます。かなり当たり枠だと思いますね。ちょっと見ていきましょう。プレイスタイルがハードプレスなんですけれども、まずプレイスタイルいいですよね。レベルが34レベルまで上がりますということで、できるポジション OMF、CMF、DMF なんですけれども、これ結構優秀じゃないですか。 DMF としてかなり僕いいんじゃないかなと思ってます。結構ねバランスよく育成したんですけれども、アグレッシブネスまずこれ96までいくのやばいですよね。まあスピション若干遅めなんですけれども、 DMF とか CMF ならねあんまり気にならないんじゃないかなと思ってます。これでねチームサイド乗っかってくると、はい、こんな感じになりますということで、まあドリブルのワクチンもあんま悪くないですし、アンカー的な立ち位置でハードプレスとしては結構これ強いんじゃないかなと思います。フィジカルも80までいきますし、ボディコンも75まであるんで、まあ使用感もそこまで重くないんじゃないかなと思います。まずこのプレイスタイルがねハードプレスでアグレッシブネス98ってことで、これめちゃくちゃボール刈り取ってくれそうですよね。パスの能力値もそこまで低くないですし、まあ本当全体的にねバランスがいい能力値ということで、これ結構強いと思います。でスキルも優秀なんですよね。アクロバティックやキャプテンシー、闘争心、ヒールトリック、インターセプト、無回転シュート、マンマーク、ワンタッチパス、ピーキッカー、スライディングタックルということで、ディフェンス系のスキルでねアクロバティック、クリア、インターセプト、マンマーク、スライディングタックルを持ってますし、ワンタッチパスを持っているということで、本当に守備的な中盤の選手として、これめちゃくちゃ優秀なんじゃないかなと思います。今回ビダルが初登場ですかね。まあ希少性ってところも含めてなかなか出てこないんで、これは強いんじゃないかなと思います。まあおそらくライブアップデートしいことになってしまうかなと思うんですけれども、まあこれからねシーズンが開幕する丸とかはねかなり僕使えるんじゃないかなって思うんで、まあアンカーとかが苦手でハードプレスとかねボックスでボックスか使いたい方いると思うんですよね。そういった方は、まあハードプレスの DMA としてはかなり優秀だと思うんで、ぜひね拡張検討していただければなと思います。使用感結構良そうですね。はい、ってこと2位がアルトゥール・ビダルでした。続いて1位見ていきます。はい、てことで1位はこちらジエニスキですね。1位に選ばせていただきました。またまた来ましたよ。これは本当に今作から特に使ってる方めちゃくちゃ多いかなって思うんですけれども、ジエニスキがまたまたハイライトで登場ということで、今回のジエニスキもかなり強いですね。まあ過去最強と同じくらいのレベル感で強いんじゃないかなと思います。なんでこれまでのねジエニスキを持ってる方はそこまで無理して獲得する必要はないと思うんですけれども、持ってない方に関しては絶対に僕は取った方がいいんじゃないかなと思ってます。ポーランドから登場ということで、2つ目からの飛び出しなんですけれども、28レベルまで上がります。相変わらず逆足は使えますね。できるポジションが両ハーフ、 OMF、CMF ということで、やっぱり中盤これだけできるのめちゃくちゃいいですよね。で能力値見てください、このバランスの良さということで、相変わらずめっちゃ強いですね。これチーム差乗っかってくると、はい、こんな感じになります。ボルコンドリブルは90超えてきますね。まあそれ以外ねパスとか、まあ、スピード瞬発、ボディコン、スタミナ、本当に全部80超えていて、85前後の能力値が多いんで、まあ使用感めちゃくちゃいいですよね。僕も据え置き版でかなり愛用していたんで、まあこれはアプリ版でもぜひ取りに行きたいなという感じですよね。スキル見ていくとこんな感じ、ドロップシュート、ダブル
タッチ、ワンタッチシュート、コンカー、ミドルシュート、マリシャル、ルーレット、ワンタッチパス、アウトスピンキック、スルーパスということで、いや、これスキル相変わらず本当に優秀ですよね。ダブルタルーレット持っていて、シュート系のスキルだと、ドロップシュート、ワンタッチシュート、コンカー、ミドルシュートを持っていて、アウトスピンキックを持っていて、スルーパス、ワンパパで持ってますからね、本当に言うことない選手なんじゃないかなと思います。一応ですね、前回登場したジレンスキを比較していきたいと思うんですけれども、すいません、左が前回ので、右は今回のですね、こうやって見ていくと、こんな感じ、結構変わんないですよね。スピード瞬発に関しては今回の高いですし、こうやって見ると過去最強と言っても過言じゃないんじゃないかなと思います。これはね、結構本回の獲得する価値僕めちゃくちゃあるんじゃないかなと思います。育成試合でも本当に同じくらいかなっていうふうに思うんで、これはぜひ取っていただきたいですね。まあ、自認識に関しては本当に持っている方は無理して獲得しなくていいと思うんですけれども、マジで持ってない方は絶対に取った方がいいんじゃないかなと思います。本当に評価めちゃくちゃいいんで、ぜひ獲得してみてください。はい、ってことで1位がジエリニスケでした。はい、ってことで今回は月曜ガチャワールドワイドの方の当たり選手ランキングベスト5やっていたんですけれども、いかがだったでしょうか。結構ね、面積には悪くないんじゃないかなと思います。今回ご紹介した5人に関しては間違いなく当たったと思いますし、まあ、ルカクとかね、あとクロスターマンとかも登場してるんで、結構ね、引く価値もあんまあるんじゃないかなと思います。よかったらね、自分のスカートとね、まあ、よく相談してガチャ引いていただけるといいのかなと思います。はい、こんな感じでイフトボールとか毎日投稿してますので、ぜひよろしければコメント、高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次回の動画お会いしましょう。じゃあねー。